グラツアーノペッテは、イタリアプッテラでシュサンチェザーリオディ、レッチェ出身のサッカー選手。パルマカルチョ1913所属。ポジションはフォワード。2001年から、US レッチェのユースチームでキャリアをスタートさせ、2004年にトップチームに昇格。1月11日、ボローニャ FC 戦でセリエ A デビューを果たし、このシーズン2試合に出場している。 ベレは2005年1月、セリエビーカルチョカターニアに、レンタル移籍したが15試合無得点。レッチェに戻った2005から06シーズン前半も、公式戦10試合でゴールを決めることはできず、冬には FC、クロトーネにレンタル移籍し17試合で5得点。2006年の夏には、AC チェゼーナに、レンタル移籍し37試合で10得点を記録し、2007年夏に、 オランダで行われた UEFAU-21 欧州選手権に出場するイタリア代表チームに招集されている。同大会で合計8試合に出場し大会ベスト4の成績を収めた。同年、ペッテにとっての世界最高の監督であるルイハン・ハールが監督を務めていた AG ・アルクマールと5年間の契約を結んだ。AG 時代のペッテ で前年好成績を残していた AG で高額の遺跡金が支払われたペッへの期待は高かったが2007から08シーズンにペッがその期待に応えることはなかった決定力の無差に苦しみ運もなかった前線の中で特にペッテとアリのゴール数の少なさは大きな批判を浴びたが自身の去就も危うくなったファンハールはペッへの信頼を変えることなく 起用を続けた。2008から0級プレシーズンと最初の試合を、ペッテはオリンピック参加のために欠場した。ファンハールは当初ムニル、エルハムダウィとムサデンベレを起用していたが、FW 陣に怪我が続いたことでペッテにチャンスが訪れる。ペッテは力強いプレーを見せ、テクニック、戦術理解とパス能力でチームメートのゴールを助け、彼自身は ゴール至近距離での決定的チャンスを幾度となくポストに当てて得点数を伸ばすことはできなかったが AG で彼の能力を疑う者はいなくなった2009年10月にメインスポンサーである DSB 銀行の倒産により AG は高額サラリーを支払っていたペッレの売却を希望した2010から11シーズンにはヨーロッパリーグの選手登録を外され 国内でもヘルトヤン・ヘルベイク監督がコルベン・シグソールソンとジョナタスを優先したため控えに甘んじたペッレの18試合6得点の内5得点が途中出場でのゴールだった。このシーズン、ペッレの1ゴールあたりのプレイ時間は121分でエール・ディビジのセンター FW の時間あたりのゴール率ではジョナタン・レースとドミトリ・ブリキンに続く6位だった。 ゴールを決められるストライカーへと変貌した元イタリアユース代表はイタリアのパルマ FC やスペインのレアルサラゴサの関心を呼び2011年1月29日に移籍金150万ユーロでシーズン後にパルマ FC へ移籍し5年契約を結んだ記録的金額で移籍した AG では2007年から2011年で K リング戦78試合出場14得点という 数字を残すに止まった。思うように力を見せられなかったと、ペッテはインタビューで、AG 時代を振り返っている。パルマではスタメンをつかむことはできず、冬に UC サンプドリアにレンタルされ、そこでも12試合4ゴールという成績だった。2012年夏に、クラブがアマりを高額で獲得したことでペッレの出場機会の望みはほとんどなくなり、 ロベルト・ドナドーニ監督は2012から13シーズンも彼をレンタルに出すことを決定2012年末に バカンス先のスペインのビーチでたまたま、ペッレが当時、フェーノールトの監督だったロナルド・クーマンの息子の友人と出会ったことがきっかけで、オランダ復帰を求めていたペッレと、ボールをキープできるヘディングの強いストライカーを探していたフェーノールトの希望が合致し、移籍期間最終日に1年間のレンタルで移籍した。こうして2012から13シーズンを当初、 レンタル契約でフェーノウルトに加入したペッレは、AG 時代の元監督、ロナルド・クーマンと再会。背番号19番をつけ、フェーノウルト史上最初のイタリア人選手となったペッレは、ヨングイデッティの後継者という、厳しい仕事を任されることになった。しかしクーマンはペッレがチームにとって、重要な役割を果たすと、予測、15得点は、 確実に決められるはずと高いバーを設置した。AG 時代の数字を考えればあまりに高い期待と思われたが、ペッテはすぐに好プレーとゴールという結果を出して、会議論者たちを驚かせた。2012年9月15日の PC ズボレ戦でリーグ戦にデビューし、9月29日の NEC 内目編戦でフェーノールトでの初ゴールを含む2得点を挙げた。 10月28日のデクラシュケルでの驚愕すべき美しいゴールによってペッテはヘッドレヒューンの間で不滅の存在となった。11月11日のローダ JC 戦では試合開始わずか20秒でゴールを決め2007年12月2日のロイマカイのヘラクレス・アルメロ戦での18秒に次ぐフェイエノール都市上最速得点者の一人として歴史に名を刻んだ。 12月19日、PK 戦にも連れ込んだ SC ヘレン・フェーンとの KNVB カップで PK 戦キッカーの一人として臨んだペッレはパネン化を決め、フェノールトは6から7でこの試合を勝利した。2012から13シーズン、フェーノールトはペッレの手によって急激にリーグタイトルの大きな候補とみなされるようになり、ペッレ本人もイタリアのフェノメーンと呼ばれるようになった。 フットボールインターナショナルによってペッテは第10節、第24節、第26節の週間最優秀選手に選ばれている。エールデウィビジで2012から13シーズン前半を大きな成功と共に終えると、2013年1月、遺跡金200万ユーロ帳でフェーエノオルトに完全移籍、新たに4年契約を結んだ。チームは最終的に3位でシーズンを終え、 ペッテは、計27ゴールを記録し、アルヘメエンダ・ハブラと、フットボール・インターナショナル・ナスポートの各紙によって、年間最優秀選手に選ばれている。2013年夏に、ドバイのクラブへ移籍して、年間350万ユーロのサラリーを得ることも、できたが、結局残留した、フェーノールと2年目の2013から14シーズンも、序盤から得点を量産した。 すでにピッチ上での明らかなリーダーだったが、9月29日のアドデンハーグ戦からついにキャプテンに就任。この試合でハットトリックを達成している。2013年10月にはフェーノールと博物館にペッレのコーナーが設置された。2014年7月12日、恩師ロナルド・クーマンが監督に就任した、プレミアリーグのサウサンプトン FC へ移籍。契約期間は3年。 2016年7月11日、中国スーパーリーグの三島路ノへ移籍することが発表された。移籍金は非公表だが1200万ポンドまたは1300万ポンドほどだと報じられた。年俸は1360万ポンドになる見込みだとデイリーメイルが伝えた。これはサッカー界において世界で5番目に高いものになると報じられた。 フットボールイタリアによれば2年半の契約で、ペッテは総額4000万ユーロを手にすることになる。背番号は7番に決まった。2021年2月5日、パルマカルチョ1913に加入した。イタリア代表として 2005FIFA ワールドユース選手権に出場し4ゴールを記録した。UEFAU-21 欧州選手権2007にも出場した。 2014年10月に、イタリア A 代表に初招集されると、代表デビューとなった10月13日の UEFA、ユーロ2016予選、マルタ戦で代表初得点となる、決勝ゴールを挙げた。UEFA ユーロ2016では、エデルトにトップを組み、自身もグループリーグ初戦のベルギー戦、決勝トーナメント1回戦のスペイン戦で共に、後半アディショナルタイムに、 しかし準々決勝のドイツ戦の PK 戦では、イタリアガニの位置でリードして迎えた4人目のキッカーとして失敗。結果的にチームも敗退した。この際に、ドイツのゴールキーパー、マヌエル・ノヤーに対して行ったチップキックを示唆する、挑発的なジェスチャー。その後の枠外への力ないシュートが、ファンや解説者から批判を浴びた。2016年10月7日、ワールドカップ。 欧州予選のスペイン戦にて途中交代を命じられた際に不満を示し、ベントゥーラ監督との握手を拒否したことで所属する3党へ強制送還された。ペッテは自身のインスタグラムで過ちを認め謝罪している。ペッテはフィジカルが強い選手として知られている。ゴールと相手選手に対して背を向け前線の起点としての役割を担うことが多い。 フィジカルの強さを生かし DF に囲まれながらボールをキープしてチームメイトと連携を行うことができる。さらにボールキープ能力に優れほとんどボールを失わない。193cm の身長によってヘディングの競り合いにもほとんど勝つなど空中戦にも強い。ヘディングでのつなぎとスルーパスによって下がった位置からチームメイトの得点チャンスを演出することもできる。 得点数だけを見て批判する者はいるが、常に有利な位置にいる味方を探すプレイスタイルによって、自ら決める得点以上に多くの得点に絡んでいる。ペッテはイタリア人ストライカーとしては非典型的タイプであり、多彩さの割に多くのイタリア人、トップストライカーが備えるゴールへの本物の衝動を持っていない。そのためにカテナチをベースとした守備的スタイルのチームで、 ペッレが機能することはない。セリア A とセリア B での出場機会とゴール数の少なさはこれに起因すると思われる。オランダに来て、以来、ルイハン・ハール、ロナルド・クーマン、ディック・アド・フォカーと、ヘルト・ヤン・フェルベークという監督たちの指導を受け、オランダのフットボールスクールでトータルフットボールを学び、そのスタイルを身につけたことでペッレは、本来の多彩さも相まって、オランダで成功できたと言える。 ペッテのキャラクターについては、フェーノールトでのチームメイトのヨりすま対戦が、ペッテは多くのゴールを決めるだけではなく、リーダータイプでもある。彼がはっきりと意見を言うのは、グループにとって重要なこと。時々ジェスチャーが出すぎるけど、それもイタリア人の典型。彼は、スター気取りしない素晴らしい人間。フェーノールトのクリスティアーノ・ロナウドにもなれるだろうけど、 振る舞いはとてもノーマルだと語っている。2013年にアヤックスの監督フランク・デブールは2007年にルイ・ファン・ハールに彼が大きなクオリティを持つストライカーだと言ったのを覚えている。まさに我々が当時求めていたターゲットマンだったと獲得の可能性があったことを示唆。ペナルティエリア内でのヘディングの強さがあり、起点になれ、 フットボール面も上達し始めているとフェーエノールトで大きく成長したペッレを称賛した。国際 A マッチ18試合8得点。ありがとうございます。